はい、まあ、今日あの先生がいらっしゃった理由というのは、まあ、この生誕200年ということで、道山生誕さん の、まあ記念ということで講演をしていただいたと、まあ、テーマはまあグローバルに、うん、まあまあ、テーマはですね、はい、第三の敗戦、第三の敗戦、うん、その道山の時も第一の敗戦だった、うん、それで最も先見性のあった人物なんですね。だから第三の敗戦伊勢よ第三の増談という感じですね。まあ、まあ、その前にじゃあまずはその、はい、三代目、あ、三人目の二代、三人の二代目、三人の二代目、はい、上下、はい、出版、はい、おめでとうございます。ありがとうございます。なんか聞くところによりますと、あの38紙新聞社の、うん、そうです、連載をされたんです。そうです。1年半連載をしました。あ、そうですか。450回。ということは何年ですかね。1年半。素晴らしいですね。はい、まあ、それがようやくその、本という形で出版できて、はい、なかなかあの感動ではないでしょうか。まあ、3箇所ね、はい、毛利と宇喜多と上杉という、はい、3箇所の地域を取ってますから、はい、結構広い範囲で馬体が展開されるのが特徴です。あ、まあ、それはまた読んでみての楽しみということで、例えば長野県でしたら、はい、北進の方ですね、この辺、この辺は上杉領になりますから、この辺りの話も出てまいります。うん、あ、この辺の話も出てまいりますか。はいはい、ぜひうちはね、真っ白テレビといいまして、その地域のまあ活性化あるいは観光とか、うん、歴史的なその、まあ、建物とか多いですよね。そういったものをこう改めてこう紹介していく、そういったものがこ うちのインターネットテレビということなんですよ。真っ白テレビですけどね。まあ、それでぜひ先生 の、はい、まあ、一言で言って、増山先生がもし今ね生きていたら、結構増山先生ってあのなんていうんですか、あの天の弱的なとこがある人だって聞いてるんですよ。もしその人が今現代にいたら、どんな政治をされるかって、それをちょっと一言最後に聞きたかったんですよ。そうですね、あのね、やっぱりね、民主党でも自民党でもないでしょうね。あ、という感じしますね。なるほど、うん、まずは何に手をつけるでしょうかね。あの、開国でしょうね。は、今でいう TPP、はいはい、ね、あれをやるでしょうね。 あれはほら、お百姓さんの方がとかね、いろいろその問題があるとかって言ってる人もいらっしゃいますよね。うん、あのね、農家の問題よりも農業協同組合の問題です。はあ、農家はね、やっぱり高級化を図るより仕方がない。うん、だからその高級化を図るように、商社や航空代理店ともタイアップしたような形で農産物のブランド化を図るべきですね。はあ、例えばこの信濃のリンゴとかね、果実なんてのは高く売れるもんですよ。はい、それをね、高く売れるようにしてないですよね。あ、共同組合が、共同組合というよりも農林水産省が、あ、はいはい、増産量の増やすことばかり言って、うん、質を上げることを考えてない。うん、例えばフランスワインだったら 500cc1 瓶が安いのは500円、高いのは5万円ぐらいですよね。あ、そうなんですか。うん、だからその5万円のブランドが作れるように考えるべきですね。なるほど。まあ、農業に限らずいろんな問題があるかと思います。だからね、農業も一律の、昔は1等米2等米一律だった。それが、まあ、そのコシヒカリとかいろいろ出てきた。さらにね、カレーライス専用米、お寿司専用米、丼専用米というのがね、できていいと思いますよ。うん、ね、それで結構世界に向けてね、いろんな農作物を販売しようと思ってたんですけども、ちょっとまあ自信があって、うん、ちょっと今の放射能の問題でね、あれですが、これはそんなに長く続くものではありません。あ、そうですか。だからまあ今のうちに高級ブランドを作って、はい、で、今度輸出するときには日本品は高級だということを、ね、世界に広めるべきだと思います。ぜひあの真っ白テレビっていうのを毎週月曜日にやってますので、
本番でやってるんですよ、はい、ぜひあの酒屋さんにも出ていただきたいなと思うんですよ、はいはいはい、また連絡してください。あ、そうですか、はい、これはねボランティアでやってますので、はい、はい、わかりました。あ、お金とかじゃないんですよ、はいはい、どうもありがとうございます。よろしくお願いします、はいはい、じゃあ手をちょっとじゃあ、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、じゃあありがとうございました。いいですね、立体的で。